おお。これは何ショット？沖縄とかどうか。あ、沖縄とか。気が抜けないです。これちょっと降りたいですね。こうすごい。どうなってるの？ラーメン屋だね。家庭ラーメン屋に。バッタ。当バッタ結構ってそういう。いやだから抑えた結果本番で歌えないかったらしょうがないじゃないですか。言い訳が聞かないので全開でリハやっちゃったから歌えなかったっていう方がいいので今使ったところをビデオで使う予定でしょ。今言ったことをね絶対そのための素材になる。ガイドのフリッチが壊されるテロップにお茶目なお茶目な健太郎さんとか書いてるね。推進僕は死にましたって言わない。俺言えないじゃないですか。いやいや恥ずかしいから分かんないから。健太郎吠えれば吠えればいい。推進死にました。死にました。じゃ全体のリハーサルじゃあこれで終了したいと思います。お疲れ様です。じゃあ本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタジオ候補生の候補。別にないですよ。抱負は特にないですけど。何もないですね。そうですね、今回はやっぱりニューアルバムを出した後じゃないですか。東京が俺色に染まるようにしたいななんて今日は夢を見ようかなと思ってます。健太郎君があの喋ってる風で、あのボビーさんのトークの口パクでボビーさんが喋る。そうだな、今回のスタジオコーストは江戸版2000回目標でやりたいと思います。ベース3本は折っちゃうかもけど弦は切らないよ。この間もイベントに出たんですけど、その時に終わってすぐ電車で帰ったんですよね。だから今回も電車で帰ろうかなっていう感じですかね。でも前回も誰にもバレなかったんで今回もバレないと思います。そんなにもう広いっていう感じでもないですよね。幕張メッセアーティストなんで俺満足してないです。だからどうせなんで武道館ぐらい一本ブッキングしてもらおうかなと思って、完全にもう踏み台です。スタジオコースト、スタジオコーストとカリガリを踏み台にして今後のソロ活動に、カリガリをやめた後は有名なビジュアル系のミュージシャンを集めて、あの最初からいっぱいお客さんが入るバンドを結成しようと思ってます、はい、今なんかいますかね、そういうギタリストとか、ギタリストとベーシスト誰か。レム睡眠、ノンレム睡眠とかの眠りが浅い時に起きてれば眠くなかったりするか、一日眠い感じ、だるい感じになっちゃいますね。今日はちょっとやばい。今日ダメですね。はい、まあ今日ライブのやつが DVD になっちゃいますが、あのまあダメだったらダメでそのままその辺を多めに見てもらえば。そうですね。僕も昔リーゼントだったんですよ。え、健次郎さんは、はい、突っ張り時代はあった。ありますあります。そう見えないですか。うん、全く見えなかったです。どっちかっていうとこうインテリーな雰囲気が。え、なんでそういう風になるんですかね。
どの辺、顔の形修二君が限界ですと今にも脱退しそうなのでブログに書いてた。まあでもこれは今に始まったことじゃないですからね。健二郎さん的には確か普通ですね。どうですか、調子ですか。悪いですね。ひげを剃ってしまったってことが全ての対象になって、昨日がですね、客席に可愛い男の子がいたんで、まあちょっとそういうなとかモチベーションも高いと思いますけど、今日もね、いるといいですね、デブがいっぱい。スタジオコーストですか。そうですね、スタジオコーストどうなんですかね。ゲイナイトでしか来たことないですからね。ちょっとね、友達に混じって踊りに狂ってステージでこう女装たちのショーを見てるのに、そのステージ上に自分が立ってるのがすごく不思議でしょうがないんですよ。なんかちょっと考えも等しい。いや、全くないですけどね。なんかね、でかくなればなるほどね、あまり好ましくないの。やっぱりこれずっと小さい箱でやってるから、小さい箱ぎゅうぎゅう満帆でやってる方が楽しいんですよ。例えばじゃあ武道館でやってみたいとか、そういう気持ちはないんですか。武道館でやってみたい、本当に気持ちが悪いですね。昨日、一昨日ぐらいに覚えたんだ。ベルトしなくていいか。で、なんかこれもこうやってピーってこう引っ張ってたら変なんですよ、上。いや、これすごい距離で大阪のおばちゃんとかしてますね。シンデレラと大阪のおばちゃんとか。あ、武井さん、今日の衣装かっこいいですね。うん。見てくれてます。冷たい雨って最も苦手な曲だから、その代わり最もやりたがるじゃないですか。別にやりたがってないじゃないですか。ただ、ストロークになってきたら靴下の中入れちゃう。え、おばちゃんだ。あ、わやのりこだ。つけない方がいいね、これ。絶対。で、これでしょ。ドラムに縛られてるから。やべえ。ね。そう。BG も流れてる。ないよね。なんかね。すごい緊張するな。似てない。この青さんの真似うまいですね。見せー。それでコンパスなの。そう。おお、これいいね。これは苦しい。ジャケット着ましょうか。はい。けど、オッケーな人は袖に。時間があると思ってたけど、最後。劇的な俺のせい。じゃあ後でね。後でね。今日こそ冷たい雨は誠くんのそばで。はい。でもいつ着替えんだろう。下はこれ衣装。じゃあよろしくお願いします。